寿司岡本かの子その翌日であった母親は青葉の釣りのコクサス縁側へ新しいボタンを引く。まな板だの、包丁だの、水桶だの、灰帳だのを持ち出した。それも皆買い立ての真新しいものだった。母親は自分とまな板を隔てた向こう側に子供を座らせた。子供の前には膳の上に一つの皿を置いた。母親は腕まくりして、バラ色の手のひらを差し出して、手品師のように手の表裏を返して子供に見せた。それからその手を言葉とともに調子づけてこすりながら言った。よくごらん。使う道具はみんな新しいものだよ。それからおしらえる人はお前さんの母さんだよ。ではこんなにもよくきれいに洗ってあるよ。わかったかい？わかったら、さあ、そこで。母親は鉢の中で炊き冷ました水にそろわせた。母親も子供もポンポンむせた。それから母親はその鉢をそばに乗せて、中から裏かぶの石の分量をつかみ出して、両手で小さく長方形に握った。会場の中にはすでに寿司の具が調理されてあった。母親は素早くその中から一切れを取り出して、それからちょっと押さえて、長方形に握った飯の上へ乗せた。子供の前の膳の上の皿へ置いた。卵焼き寿司だった。ほら、寿司だよ。お寿司だよ。手でね、直に掴んで食べてもよいのだよ。子供はその通りにした。裸の肌をスルスル撫でられるような子前の酸味に、飯と卵の甘みがほろほろに混じった、味わいがちょうど舌いっぱいに乗った具合、それを一つ食べてしまうと、体を母に塗りつけたいほど、美味しさと親しさが、含めた香油のように子供の身内に巻いた。子供は美味しいというのが決まり悪いので、ただニーンと笑って母の顔を見上げた。さあ、もう一ついいかね。母親はまた手品師のように手を裏返しにして見せた後、飯を握り、会場からこの一切れを取り出して押しつけ、子供の皿に置いた。子供は今度は握った飯の上に置いた白く長方形の切れ端を気味悪く覗いた。すると母親は怖くない程度の竹坂になって、何でもありません、白い卵焼きだと思って食べればいいんです、と言った。かつて子供は豚というものを生まれて初めて食べた。象牙のような滑らかさがあって、卵よりよっぽど歯切れが良かった。子供はイカ寿司を食べていたその光景のさなか、詰めていた息のようなものをはっとして顔の見た目を解いた。うまかったことは笑い顔でしか表さなかった。母親は今度は飯の上に白い透き通る切れ端をつけて出した。子供はそれを取って口に持っていくときに、驚かされる匂いにかすめられたが、鼻を詰め合わせて、思い切って口の中へ入れた。白く透き通る切れ端は、咀嚼のために、上品な甘みに突き崩され、程よい地味の真っ赤に混じって、子供の細い輪行へ通っていった。今のは確かに、本当の魚に違いない。自分は魚が食べられたのだ。そう気づくと、子供は初めて
生きているものを噛み殺したような制服と神聖を感じ、辺りを広く回したい喜びを感じた。ムズムズする両方の脇腹を同じような喜びでじっとしていられない手の指で掴む。むやみに神田に子供を笑った。母親が勝利は自分のものだと見て取ると、指についたビス粒を一つ一つ払い落としたりしてから、わざと落ち着いて会場の中を子供に見せぬように連れていった。さあ今度は何にしようかね。あとね、まだあんかしら。子供は嫌がって絶叫する。涼しい涼しい。母親は嬉しいのをもっとこらえる、少しこけたような、それは子供が母としては一番好きな表情で、生涯忘れれない美しい顔をして、ではお客様のお好みによりまして次を差し上げます。最初の時のようにあらゆるの手を子供の目の前に近づけ、母も歌も手品師のようになんと表を返して見せてから寿司を握り出した。同じような白い身の魚の寿司が握り出された。母親はまず最初の試みに注意深く色と生臭のない魚肉を選んだらしい。それはタイとヤメであった。子供は続けて食べた。母親が握って皿の上に置くのと、子供が掴み取る手と競争するようになった。その熱中が母と子を何も考えず意識しない一つの気持ちのしびれた世界に逃げた。5つ6つの寿司が握られて掴み取られて食べられる、その箱根に面白く調子がつけてきた。素人の母親の握る寿司はいちいち大きさが違っていて形も不細工だった。寿司が皿の上にほろりと倒れて寄せた具をそばへ落とすものもあった。子供はそういうものへかえって愛感を覚え、自分で形を整えて食べると余計おいしい気がした。子供はふと日頃内緒で呼んでいるもう一人の幻想の中の母と、今目の前に寿司を握っている母とは目の感覚だけか頭の中でか一致しかけ、一人の姿に紛れている気がした。もっと絶対に一致してほしいが、あまり一致したら恐ろしい気もする。自分がいつも誰にも内緒で呼ぶ母はやはりこの母親であったのかしら。それがこんなにも自分に美味しいものを食べさせてくれるこの母であったのなら、内密に心を外の母に移していたのが悪かったりました。さあさあ、今日はこのくらいにしておきましょう。よく食べておくれだったね。目の前の母親は、飯粒のついた笑いの手をパンパンと子供の前で気持ちよさそうに与えた。それから後も、孤独な母親の手製の寿司に子供は並べていった。ダクロは花のような色、赤貝の身など日本の銀色地色に縦縞のあるさよりなのに、子供は馴染むようになった。子供はそれからだんだん平常の飯の名にも魚が食べられるようになった。体も見違えるほど健康になった。中学へ入る頃は人が振り返る美しくたくましい少年になった。すると不思議にも、今まで冷淡だった父親が急に少年に興味を持ち出した。晩酌の膳の前に子供を座らせて酒の相手をさしてみたり、玉突きに連れて行ったり、鞘酒も飲ませた。その間に家はだんだん潰れていく。父親は美しい息子が本稼ぎの着物を着て杯を含むのを見て当然とする。よその女にちやほやされるのを見て手柄を感じる。息子は16匹となった時には結局いい道楽の
父親が台無しにしてしまったと思うのか、その必死な母親の怒りに対して父親はありあいもなく、とにかく黙笑してばかりいる。家が傾く素敵をこういう夫婦争いで両親は話しているのだと息子はつくづく恥気なく感じた。息子は学校へ行っても学校は見通せて分かりきって見えるように思えた。中学でも彼は勉強もしないでよくできた。高等学校から大学へ苦もなく進めた。それでいて何かしら体の内に切ないものがあって、それを晴らす方法は急いで求めてもなかなか見つからないように感じられた。長い憂鬱と退屈遊びの中から大学も出、職も得た。家は全く潰れ、父母や兵士も前後して死んだ。息子自身は頭が良くて、どこへ行っても相当に用いられたが、なぜか一家の職にも栄達にも一つもなかった。二度目の妻が死んで50近くなったとき、ちょっとした陶器でかなり儲け、一生一人の生活には言葉かなり見極めのついたのに、職業を捨てた。それから彼は、ここのアパート、あちらの貸し屋と、彼の一生懸命の生活が始まった。今の話のうちの子供、それから大きくなって息子と呼んで話したのは私のことだと、港は長い談話の後で同様に言った。ああ、わかった。それで先生は字がお好きなのね。いや、大人になってからはそんなに好きではなくなったのだが、しかも年を取ったせいか、しきりに母親のことを思い出すのでね。少しまで懐かしくなるんだ。二人の座っている病院の焼け跡の一ところに火災の降った土棚があって、子供のように地鶴が中から地上に這い下り、それでも鶴の先の方には若葉を貼り付け、その間から痩せた薄紫の赤草が雫のように咲き垂れている。天敵のねじめになっていた社のツツジが石を運び去られた後の穴の側に半面青黒く枯れて、火の煽りなどを残しながら、半面に白い花をつけている。庭の端の崖下は電車線路になっていて、時々ゴーゴーと電車の行き過ぎる音だけが聞こえる。龍のひげの中も地発の花の紫が夕風に揺れ、二人の近くの木が渡っている。遠い種の木の影が草むらの上にだんだん斜めにかかってきた。巴が買ってきてそこへ置いた籠のカジカが二声二声泣き始めた。二人は笑いを込んだ顔を見合わせた。さあだいぶ遅くなった。巴ちゃん、帰らなくては悪かろう。巴はカジカの籠を下げて立ち上がった。すると港は自分の買った骨の透き通って見えるゴールドフィッシュをそのままトモヨに与えて立ち去った。ミナトはその後、少しも隠せずに姿を見せなかった。先生は近頃、さっぱり姿を見せないで、常連の間に欲しがるものもあったが、やがてすっかり忘れられてしまった。トモヨはミナトと別れるとき、港がどこのアパートにいるか聞き漏らしたのが残念だった。それでこちらから訪ねてもいけず、病院の焼け跡へしばらくたたずんだり、辺りを見回しながら石に腰掛けて港のことを考え、時々は目に薄く涙さえ垂れて、また呆然として店へ帰ってくるのであったが、やがて巴のそうした行為になってしまった。この頃では巴は港を思い出すたびに、先生はどこかへ越して、またどこかの寿司屋へ行ってらっしゃるんだろう。寿司屋はどこにでもあるんだろう。と、漠然と考えに
次のポ